皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲイコちゃんです。うわ、今日はこちらのゲームで遊んでいきたいと思います。その名もスピードウィッチバトル、略してスピバトだ。よいしょ。はスピバトとはスピードとテクニックが勝敗を決める新感覚アクティブカードバトル。山札から魔法陣へ数字を運び、役を作って対戦相手を攻撃しよう。そんなスピバトなんだけども、どうやら今バレンタインガチャたるものが開催されてるらしいので、早速ちょっと引いてみよっか。ではレッツゴー。これだ、限定バレンタイン2019レアガチャ。おー、で今回はアリアダミアっていうのがどうやらこれピックアップになってるのかな、新登場ってことで。じゃあちょっと引いてみようかしら。はい、ポンと。どんな感じなんでしょう、音聞いてみようかな、ちゃんと。さあ、これ。ほうほう、こんな感じか。おーっと、え、この赤がいいのかな、え、どうなんだろう。わー、こっちや。あ、はいはい、あ、この子見たな。うん、どっちがいいんだ。うんうん、いや、一個ずつこんな感じなんだよ。なるほどね。おー、かっけーかっけー。こっち、ごっついな。あ、セクシーだな、急に。急にセクシーだな。どっちがいいんだ、これ。ちょっとこれでもう分かるね。そう、よいしょ。ということでニュー SR、 あー、なるほどなるほどなるほど。赤のがいいんだね。で紫は通常のレアだ。なるほどです。閉じるということで。ただ SSR が多分一番上だよね。だからおそらく赤の上があるような気もする。どうなんだろう、まだ俺ね何も分かんないから、逆に今ウキウキワクワクしてる。次いくよ、20連目。さあ、おい、え、え、赤くなった。あ、いい感じだね。え、待って、これ確定数だろ。わ、これこれこれ、絶対これ、金金金金、絶対これ、絶対的にこれだろな。 100% だろ、これは。もう俺分かっちゃった。ああ、もう分かっちゃった。間違いないね、かわいい。おい、あ、待って、これこれフレンドで使った。なんだっけな、この人なんだっけな、この人結構強かった気がする。ヤロスラフ、これ強かったわ。マジか。はい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 、なるほどね、なるほどなるほど。じゃあ次行こう。 SSR 結構当たるな。でもバレンタインキャラ欲しいな。うん、いやー、これはこれは難しいかな。昇格あったりするのかな。はい、よいしょ。全然キャラ持ってないですからね。うん、あ、骨骨骨骨骨骨、あー、骨じゃないね。レダー、このライオン。絶対強いだろ、さっきのライオン。うん、お。めっちゃライオン出るじゃん。まあ、爆死ではないよ、一応ニューがあるからね。次いきます。いいよ、来るよ。え、いい感じだねって言わないの、いい感じだねって。あった、2個ある2個ある。これは来た。待って待って待って、これは楽しみ。サイ来い。誰だよお前。ちょっと待って、バレンタインだからさ、バレンタインっぽいの出てきて。頼む、本当に頼む、頼むよ。おい、次だぞ、次。あ、持ってないか、あ、持ってないか、あれ、この、あ、フレンドで使ったんだ。キプテ。あー、でもこの子も強いんだよね、普通に。次いきます。あ、これは、あー、これは、あー、これはこれは、あ、すごいな、肝玉母ちゃんみたいな。なるほど、よいしょ。うん、はい、かわいい。OK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  よ、 OK。 まあ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 、いいでしょう。さっき2個出たから実質爆死じゃないから、今回は。次いくよ。できればバレンタインガチャ欲しいんだよな、キャラがよ。頼むって。ああ、これは来たじゃない。あ、いい感じだね。ごめんみんな、来たわ、来た、これ来た。もう2つあるもん、
これバレンタインだよ、これバレンタイン出たらやめるから、チャンギコマリーニは。来い。え、誰、カッパっぽいの来たのか。カッパっぽいんですよ、なんか。ダン。あれ、ちょっと待って、バレンタインじゃないかもしれない、これワンチャンバレンタインじゃないぞ、これでワンチャンとかもうツーチャン、スリーチャンだよ、もう。でも初めてだよ、これニドロ、かわいいやん。あら、でこれはフィオナ、絶対強いやん、これ絶対強いじゃん、もう見た目だよ、もう見た目が強いよ、もう、もう見た目、見た目、だよね。これは一旦スキップしましょう。スキップからも急に SSR を出たらビビるけど、さすがに。なるほど。さあ、ただいま行くよ。できればね、100連ぐらいにしておきたいから。あー、これは来るのね、来た、来るのね、来るのね、来るのねって言った今。来るよ、じゃあねえ、来てよ、来ちゃってよ、もう言う。あ、あ、違うよ、ちょっと待ってよ、待って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 、さすがに待って、それはやばい、ちょっとわかんない、アラジュポレだな、急に。シャバーブ、へー、あ、少年だ。ちょっと待って、お前、お前ムスッとした顔して2人出てくんじゃねえよ。さあさあ、これとあと10連だね。よし、オッケー、ありがとうございます。めっちゃ確定くるやん、これはいいんじゃないですか。そろそろ欲しいっすね、ゴツ。よいしょ、よいしょ、来ないかな、バレンタインキャラ、来い。え、待って、ちょっと待って、どうなの、ラキス。ああ、これはちょっと関係ないけど、なんか強そうだな。可愛いは正義だからさ、可愛ければ強いんだよ、ね、さあラスト、爆死するだろうな、ラスト。俺はそういう男なんだよな、あ、やめろ、やっぱりな。あ、まあしょうがないね、今回はちょっとバレンタインキャラ出なかったんだけども、まあ比較的ですね、あの確定はいっぱい出たのかなというところです。みんな当たるといいね。さあ、ということで早速ちょっとクエストの方に挑んでみようと思います。簡単に操作説明をしていこうかなと思いますので、ぜひぜひ見ていってちょう。まあ俺もね、全然あのまだマスターじゃないんで、あのたどたどしい説明になっちゃうと思うんだけども、スーパー許してね。じゃあまずクエストポッチ。さあ、じゃあとりあえずメインクエストということで、第1章、ボルベルグの石杖かな、これはの方に行きたいと思います。さあ、まあ第一節ってことなので、まあ敵自体はまあ非常に弱いと思うんですけれども、まあ簡単に先にざっくり説明しちゃいます。まずはですね、デッキ編成だったりとかを押していただいて、まあキャラクター、このゲームの場合だと契約者って呼ぶんだけども、契約者をデッキに編成して、まあ、通信対戦するアクティブカードバトルになっております。それがスピバトラ。まあとりあえずじゃあサクッと決定をして説明していこうか。画面見ながらだと分かりづらいからな。じゃあ早速バトルで。ゲーム画面がこちらになっております。さあ中央の今974という数字があるんですけども、こちらのね山札から各魔法陣、下のキャラクターのところにまずこうドラッグドロップ、数字を割り振っていくという形ですね。さあ各魔法陣、下のキャラクターの契約者たちの上にある数字の役を完成させると、攻撃することができるようになっております。例えば一番左の子であれば891って数字があると思うんだけども、3つの数字を割り振って攻撃していくような形になります。同色だったり同数、数字の照準高順、いずれか1つでも揃えれば、キャラクターごとに設定された特定役をすることで、スキル発動だったりとか攻撃をすることができると。まあ簡単に言うと特定の数字を揃えて攻撃するような感じですね。まあ基本的には、まあ、これ勝つためにはですよ、勝つためには、まあ、契約者、まあ、キャラクターの合成強化でまずレベルアップさせてあげましょうと。まあ今レベル1なんですけどね。ゲームが始まった瞬間に真ん中の山札と各魔法陣の状況を、まあ、どうなんだってところを理解しながら、素早く冷静な判断をすることが大事だね。
そして全ての魔法陣をきれいに完成させることはできないので、まあ、雑でもいいからどん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 攻撃をすることに注力した方がいいね。さあ、それでは早速数字を揃えていこう。左下の子が、9じゃん。9、9って2つ揃えば、もう1つ9があれば攻撃ができると。9が欲しいなと。ただ真ん中の7もあるから、7にも数字を持っていってみよう。で、一番右の9に関しては9、8とやれば次は7が必要だということですね。なので7が出るかなというとこなんですけども、早速9が来たので、この真ん中の9を一番左の子に合わせてみよう。さあ、これで攻撃です。あれ、そうそうそう、スキルとかで攻撃できなかったりするんだ。そうだそうだそうだ、いろんな妨害もできたりするので、なかなか難しいじゃねえか。じゃあちょっとさっきの説明を踏まえた上でやっていくよ。まあまあ、まだまだやられんよ俺は。これもブロックついてんだよな、ブロックついてんだよな、壁がよ。でもこれで、ほら、これで攻撃です。今の攻撃だね。これ5、6、7ってあるじゃん、すでに。ただこっち7なんだよな。あ、いい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 、もうどんどん攻撃していくよ。そう、いいぞいいぞいいぞ、よしよしよし、倒したか、よし。まあ、こんな感じだよ、まあ、ざっくり説明すると同じだから、さっき言った通り妨害だったりとか、まあ、毒だったりとか、いろんなスキルっていうものがあるから、そこら辺も加味していくと、かなりバトルが奥深いものになっていくっていうことですね。難しいけど楽しいね。さあ、ということで早速ガチのランク戦に行ってみましょう。対人戦です。さっきのはクエストだからね。それではレッツゴー。さて、それではいきますよ、対戦。真ん中ポチ、そして真ん中とランク戦じゃい。今度は本気だぜ、バトルへ行くぜ。さてさて、うどんさんよろしくお願いします。それではレッツゴー。さあ、黙々と行くべよ。よ、読んじゃね、読んじゃね、読んじゃね、やばい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 。よ、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 2、3、4、9。よしよしよし、待って待って、俺強くないこれ。よしよしよし、8、え、勝った、まだか、あ、まだか、やるな、くれ、よし。まず俺強すぎるだろこれ、キャラ強。出ましたね、私のスーパーパワーが。はい、ありがとうございました。 B クラス行きましたよ、もう。さあ、そんなわけでね、ランク戦に関してはね、勝って勝って勝って勝ち抜いて、自分のクラスを上げていくという形になりますね。それに応じた報酬だったりとかもあったりするので、これはちゃんとやっておくべきポイントだね。さあ、本日はスピードウィッチバトル、皆さんにね見ていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。あ、こういうね戦略を考えながらやるゲームっていうのは奥深かったりするので、まあやりようによって本当に変わってくるんだよね。まあ、ギコちゃんもね、まあ、頭いい方じゃねえけど、まあ非常にやりやすかったですね、正直言って。うん、まあさっきも言った通り、ちゃんとキャラクターは強化して使わないとダメだぞ、覚えとけよ。ということで、スピバトですね、まだやったことないよって方いらっしゃると思うのでね、概要欄からチェックできるようになっております。ダウンロードができるようになっております。ぜひぜひ一度ダウンロードしてやってみてください。ということで、以上ギコちゃんでした。バイ。